エ、えー、クソジジのコメント返し、えー、今日のコメントです。インザライフのフルバンドスコアはありますけど、見返されたりとかされないのでしょうかと。新セベースだったとか生ベースだったとか、それを見ると分かると思いますがと。まあ、インザライフに限らずフルバンドスコアってありますよね。あれね、作ってる人間は 全く関わってなないいんですよ <laughs> 知ったことないしだいたいね、基本的にねフルバンドスコアってね、嘘ばっか書いてますから、特にあの、難しいとことか、微妙なとことか、そういうところで、やっぱ自分でこうコピーしてよくわかんないからとかってって、なんかこうフルバンドスコアとかを本屋でこうやって調べてみるんですけども、だいたい嘘ばっか書いてます。はい。基本的にはフルバンドスコアっていうのは、なんかもう全然知らない 他人のミュージシャンとかがコピーして、それを譜面にしてやってるものなんで、だからそのアーティストとか、なんかそういう風なものっていうのは、まあだから僕はよく知らないですけど、なんかね、あのメンバー公認みたいなのがメンバー監修とかね、そういう風なのがあるんですかね、よくわかんないですけど基本的には嘘ばっかです <laughs> 特にあのベース関係はね、特にタブフとかめちゃくちゃで、ベースとギターとなんかまあ全部いっぱいあるじゃないですか。そうすると大体そのギター ギター聴き取れてベースも聞き取れてドラム聞き取れてみたいになると、大体ベーシストじゃなくてギタリストの方が多かったりすると思うんですよね。なんかだから大体そのバンドスコアのタブ譜とかはベースのタブ譜は明らかにギターの手癖っていうか、ギターだとそう。弾くだろうっていう感じがあるんですけど。もいやベースはそう。弾かないだろうと。確かにギターはそう。弾くよね。みたいな。 そういう風な部分があるんで。だから、見返したりとかそんなこと、見返されるとかそういうんじゃなくて、見たことないっす。金輪座一回も。<laughs> なんで、シンセベースとか生ベースとかそれを見ると分かると思いますがってけど、あんなもん全部ね、全然レベルが違います。とりあえずだからフルバウンドスコアとかはね、あの、何にも信用できないです。<laughs> はい。業界人が見てるからなんか、敵が増えたかな。絶対敵増えてるよね。<laughs> はい。ク自身なんですいません。はい。では次のコメントいきます。 えー、作詞の場合は感動する歌詞だったり聴いたり歌ったりして気持ち良いと感じる歌詞って人間の感情的なものでその人にしか証言できない独自の感覚そのものだったりするので AI が人間の感覚や思考を理解できない限り作家の仕事を奪うわうはできないと私は考えていますがいつかそういう日も来てしまうかもしれませんねとこれなんか AI の話とかねなんかなんかなああの動画の時にしてましたよね言ってる、まあ、この方が言,言われてることは最もだとは 思います。だから、えー、基本的にはその人間の感情的なものってのが AI がわからないというのはあるんですけども割とその業界人ってまあ俗に言うプロの人たちっていうのはああまた業界人がみんな聞いてるから <laughs> 大丈夫かなこんな話してまあすいませんクソじじいなんで。<laughs> あね、AI でもでもきるるよよううなな歌詞を作るような人が、 今は仕事ができちゃうんですよなんでまあ今時の言葉とかね散りばめたりとかねなんかこう歌詞でなんかこう定石でやったりとかねそういうようなものだけで作ってる人たちっていうのもいっぱいいるんで,でそういう人たちはみんないなくなるぞとなんですけども確かにだからその AI では作れないものってのは絶対にあるんだから本当のだからその明日を作る その未来を作る音楽っていうのは絶対に AI は作れないんで、えー、そういうものを作れるような作詞家だけが生き残るとまあおそらくだから1割ぐらいだと思うんですよなんで 9, 9割はだからその、まあ、作詞家だったりとかっていう方もそういうふうなものを心がけてないと10年か20年か30年か分かんないですけども、えー、仕事なくなってきますよっていうそういう考えだったりしますえー、ありがとうございますでは次のコメントです 私も CD のアルバムクレジット演奏者とかを確認するのが大好きです。CD にクレジットが載っていないと残念な気持ちになります。クレジットが載ってたり載ってなかったりの基準とかルールとかあるのでしょうかと。はい、僕もね、なんかクレジットオタクなんで、ね、YouTube とかにはね、いろいろ書いてあったりとかするんでね、アルバムのなんかインナースリーブ、ジャケットにも書いてたり書いてなかったりしますよね、なんか。で、クレジットが載ってたり載ってなかったりの基準とかルールっていうのはね、基本的にはありません。なんでえ、まあ 基本はだからそのアーティストの意向だったりとか、まあ、レコード会社の意向とか事務所の意向とか、まあ、そういう風うな部分だったりはします。なので載ってたり乗ってなかったりの基準とかっていうのは基本的にはアーティストと事務所の考え方だったりします。なんで 基準とかルールとかってのは全くないです。もう本当にその時その時のケースバイケースでやります。クレジット乗ってないとね、残念な気持ちになりますよね。なんか、あの洋楽とかだと、あのディスコーグスっていうサイトに行くと、普段なんかちょっと見れないようなクレジットだったりとかが見れたりするんで、結構よくやってるんですけども、そんな感じで基本的には基準とかルールとかはありません。はい、ありがとうございます。